もこんにちは、しゅんじんです。かなり前にあの恐竜のボードゲームご紹介したことがあるんですけど、新しいの出ました。こちら恐竜ボードゲームボルケーノ大噴火。ね、パッと見た時に箱のイラストがもう非常にかっこいいんですけど、こちらね、迫力の CG アート、美しい恐竜カードがなんと30枚も入ってるようですね。これね、アニアみたいななんか火山が入ってるようですよ。いや、このアクションも完全にアニアと同じですよね。あの、玉みたいなのが噴火するっていう。で、右の方ですね、あの中に入ってるコマになるのかな、あのフィギュアが、ずらっと並んでます。6体入ってるようですね。で、あと、ね、ルーレットなんですけど、恐竜の足型になってるみたいですね。いや、かわいい。はい。で、箱ね、くるくるっと回して、後ろですね。後ろにはセット内容が書いてて、ゲームボード、1枚入ってるんですけど、結構サイズ大きいですよ。62×56cm ってなってるんでね。で、ひっくり返すと、なんか恐竜のかっこいいイラスト、恐竜の大きさを比べようっていうのが、こんな感じのね、かっこいいのが、書いてるみたいですね。でコマですね、ティラノサウルス、スピノサウルス、ベロキラプトル、ブラキオサウルス、トリケラトプス、ステゴサウルスの6体が入ってますね。人気の高い恐竜ですね。で、アニアのね、火山と似てますボルケーノ火山1個入ってて、あと恐竜カード30枚ですね。恐竜カードにはちょっとしたデータなんかも書いてるようです。勉強しながらね、あの楽しくね、遊ぶことができるようになってそうですね。で、あと、足型ルーレット、これ吠えるみたいですよ。恐竜の吠える声が出るって書いてる。いや、どんな音するとかすごい楽しみ。あと取扱説明書が入ってるようです。で、遊び方なんですけど、左下に書いてますね。まあ、一番先にゴールした人が勝ちだと思います。で、途中ね、カードとか引くところがあるんで、その辺なんかね、引きながらこう楽しめるようにもなってるようですね。はい。ではね、箱から取り出しますね。あ、こんな透明のケースに入ってますね。取り出せました。あと取り扱い説明書が入ってたんですけど、もうペラペラですね。本当に遊び方はそんな難しくないんだと思います。で、ボードゲームの広げ方と、あとね、畳み方が書いてて、火山、組み立てが必要なんで、組み立て方に、使い方が書いてますね。ではね、気になってましたボルケーノ火山から見ていきます。ちょっと組み立てが必要で、上のところこれね、パーツがあるんで差し込むだけですね。もうめちゃめちゃ簡単ですね。はい、差し込んだらもうこれで組み立て完成になります。サイズの方がね、そこそこ大きくて、横にアニアのフィギュアを置くとこんな感じ。アニアのフィギュアがね、ちょっと、小さく見えるぐらいの大きさになってるんで、結構大きいんですよね。アニアのフィギュアを使ってこう一緒にね、遊んだりすることもできそうですね。これはこれね、形が非常にかっこよくて、なんだろう、階段みたいにここなってるなんか歩くようになってるのかな、こう、ちょっとわかんないけど。で、赤色の溶岩ですね、ドローっとこうね、垂れてますね。奥のとこですね、ここね、下に下げることができるようになってて、カチッと、音が鳴るまで下げます。はい、下げますね。下がりました。で、この中にこのね、丸い噴石、赤色のやつ、これ3個入ってるんで、この中にセットしておいたらいいようで、で、くるっと回してね、後ろから見るとこちらですね。後ろの形もしっかりした形になってますよね。ボコボコっとした形になってて、ゲームで遊んでる時にコマが噴火のマスに止まったら、火山の後ろにあるスイッチ、これですね、これを、押して、火山を噴火させるようです。噴火したらどんな感じになるのかっていうのをやってみますね。ではね、スイッチ押します。せーの、うわ、すごいさっきセットした噴石3個がボコーンとね、出てくるようになってるようです。こう中から出てくるっていうのはね、もうアニアと同じですね。結構使い慣れてる方多いと思います。次に恐竜カード見ていきます。30枚あります。後ろはね、全部こんな感じですね。恐竜カードって書いてあって、あとなんだろう、すごい影かな。恐竜の影のイラストになっててかっこいいですね。では、くるっと回して、どんな恐竜がいるのか見ていきますね。ティラノサウルス。で、この下のところにですね、肉食とか書いてあってね、ちょっとした説明書きが書いてます。で、大きさ、全長約 12.5 メートルってなってますね。で、ここに英語表記も書いてあって、ティラノサウルスって書いてますね。またね、これね、イラストがすっごいリアルでかっこいいですよ。この肌のザラついた感じとか、あと、この微妙な色。すごいね、柄もちゃんと入ってますもんね。いや、かっこいい。では、どんどん行きましょう。アルゼンチノサウルスですね。いや、首長くて、で、シワの感じなんかよくできてますよ。で、コンプソグナトゥス、コンピーですね。
はい。で、エドモントサウルスに、バキケファロサウルス。なんか最近似たカード見ましたよね。めっちゃなんか似てるな。で、マイアサウラに、ケツァルコアトルスですね。ベロキラプトルに、始祖鳥アーケオプテリクスです。で、ステゴサウルス、スピノサウルス。あれ？このスピノサウルスのイラスト僕見たことあるぞ。どのカードか忘れたけど、このスピノサウルス登場しましたよね。この柄かっこいいって僕言ったのをなんか覚えてる。で、モササウルスですね。ぽっちゃりしてるな。はい。で、イクチオサウルスに、カムイサウルス、ジャポニクス、プテラノドンですね。カラフルです。ギガノトサウルス、ん？このギガノトサウルスも見た覚えがある。で、ケラトサウルスにテリジノサウルスですね。ディプロドックスにブラキオサウルス、パラサウロロフス、マシアカサウルスですね。目クリクリですね。で、カルノタウルス、わー、かっこいい、めちゃめちゃかっこいい。あ、前足すっごい短くてかわいいっすね。で、アロサウルス、アロサウルスも見た、これ絶対見ましたね、このイラスト。で、最後がスコミムスとなってます。いや、どれもね、迫力のあるね、イラストでかっこいいですね。またちょっとした情報も書いてるから、見ながらね、カード見ながらこう恐竜の名前に、ちょっとした情報も勉強できるんでいいですね。で、この下の英語表記も書いてるんでね、英語の勉強もできますね。ではね、恐竜フィギュア6体見ていきますね。まずブラキオサウルスです。そう、サイズはね、そんなに大きくないですね。ブラキオサウルス首が長いんでね、ちょっと大きめにはなってるんですけど、高さこれ 5.5 センチ、で、全長が約6センチとなってますね。ブラキオサウルスだけだとちょっと分かりにくいかもしれないんで、スピノサウルスもちょっと測っておきます。全長がね、約6センチで、高さが3.5 センチぐらいですかね。うん、そんなに、これはね、多分バスボールのフィギュアよりもうちょっと大きいかなっていうぐらいですかね。こちらですね、アニアジュラシックワールドブラキオサウルスを横に並べるとね、こんな感じのサイズ感となってて、やっぱりちっちゃいですよね。で、サイズ小さくて単色なんですけど、形はね、悪くないんですよ。このね、胴体部分のシワとか、足の筋の入り方とかね、めっちゃかっこよくて、で、左の前足ちょっと上に上げてるポーズになってて、動きのあるね、形になってるんですよね。いや、この体のところだけ見てもかなり迫力のある作りですよね。で、首のところですね、ちょっとシワシワになってて、で、頭、目が、あって、このブラキオサウルスは、歯がね、ずらーっとこう並んだ感じになってますね。いやー、なんかすごい強そうな形になってる。で、2体目はトリケラトプス。いやー、体がすごい。これ多分、他の恐竜もそうなんでしょうけど、なんか筋肉質ですね、筋がめっちゃ入ってて、で、頭大きくてフリルがあってね、トリケラトプスの特徴的なこの、3本の角の部分ですね。ここの形も最高にいいですね。で、くちばしがちょっと開いてて、なんか吠えてそうな、そんな形になってますね。で、背中すごい、ちょっとボコボコとなってる、膨らんだところなんかがあってね。いや、これで、なんかもうすごいリアルなペイントなんかされたら、めちゃめちゃかっこよかったと思う。3体目はステゴサウルスですね。頭なんかちょっと大きくないですか、これ。頭なんかちょっと大きい気がするな。で、ステゴサウルスの特徴的な背中の板ですね。板の形もね、うん、いいですね、これね。まあ、単色だからちょっと寂しいですけど、いや、形は非常にいいですね。で、首のところシワがあったりね。いや、もうほんとかっこいいんで、もうこれだけでも、なんかこう手に取って遊ぶことが十分できそうなフィギュアになってますね。で、後ろの尻尾先端スパイクがあって、ね、この辺なんかもしっかり作り込まれてます。さっきまで緑色だったんですけど、ここからは、茶色カラーの、恐竜フィギュアですね。まずは、ベロキラプトルですね。口ガバッと開いてまして。で、なんだろう、このポーズがね、すごい躍動感あるこれ。なんかこう、後ろ足沈めてね。なんか構えてますよね、このポーズ。で、後ろの尻尾がちょっと上に上がってて、いやー、かっこいいですね。次はね、僕の大好きなスピノサウルスです。背中にね、穂があって、結構大きめの穂になってますね。で、後ろ足の形も、またいいな。で、前足結構長めになってて、前足下についてますね、これね。で、大きな頭、ガバッと口開いてて、迫力のあるね、これも形になってます。
で最後ティラノサウルス、尻尾太いでまたがっちりした足がかっこいい。で爪のところとかもね形しっかりできてて、で短い前足かわいいですよこれめちゃめちゃかわいい形になってて、で迫力の頭、いやー形すごいボコボコっとしててね、で口開いて舌がちょっとね上にこう反り上がった形になっててね、迫力あってかっこいいですね。恐竜のコマ6体見たんですけど、あの単色で、あのサイズはちっちゃいんですけど形は非常によくできてましたね。でボードゲームで遊ぶ前にですね、まずみんな、どれを使うか、コマどれを使うかで、バトルが始まりそうな気がしますね。でサイズ感見るのに兄はブラキオサウルスとしかちょっと並べてなかったんで、後ろに他の恐竜フィギュアを並べるとこちらですね。兄と比べるとすごいちっちゃくて可愛いフィギュアになってます。で次に可愛らしい形の足型ルーレット、音鳴るみたいなんですけど、どんな音鳴るんでしょうね。で形は恐竜の足の形、何の恐竜でしょうかね、ティラノサウルスとかかな。でこれね電池入れるところはないんで、この回した時になんかカチカチとかそういった音が鳴るんでしょうねこの音か、ぐるるるるってね、なんか箱には書いてたけど聞こえます？恐竜がね泣いてる音には聞こえないこれは聞こえない。いやこれね電池セットしてやっぱり本格的なちょっと恐竜の音を入れて欲しかったですね。それの方がなんか面白かったかも。で、矢印がここにあるんで、このルーレットを回して、この止まったところですね、この数字を見て駒を進めていくようになってますね。で最後ゲームボードなんですけど、あの皆さん多分ペラペラの紙をね想像してたと思うんですけど、これ違うんですよ。しっかりとした厚紙になってて、なんかもう本みたいこれ。はい、こんな感じで、すごいですよこれ。いやこれに、これ一番びっくりしたかもこれすごい。で、開けますね。開けるとゲームボードめちゃめちゃ大きくはないけど、いやすごいかっこいいですね。あの恐竜のねイラスト、あのカードと同じようなイラストが書いてあって、ねパラサウロロフスがいたりティラノサウルスがいたり、ちゃんとね名前も書いてるから、ここを見ながらね、またこれも、恐竜の名前を覚えながらね、ゲームをすることができるようになってますね。サイズ、62センチの、こちらが56センチとなってます。で、ボルケーの火山置き場っていうのがここにあるんで、で、ここにね、さっきの、火山を、はい、セットします。遊び方簡単で、好きなコマをまず選んでもらって、で、僕はね、スピノサウルスが好きなんで、スピノサウルス使いますね。で、スタートがここになります。みんなが選んだ、コマをここにセットして、足型ルーレットを回します。恐竜の音じゃないね、これね。はい、今ね、8になりましたね、8。ね、ルーレットで出た数字の分だけ進めますね。1、2、3、4、5、6、7、8。なんもない、これ。なんもない。で、火山に止まってほしいんだけど、はい、次はね、3、行きましょう。とりあえず行きましょう。1、2、3、福井サウルスに出会う、恐竜カードを2枚引くって書いてますね。で、こちら30枚の、恐竜カードですね。ちょっとこうやってね、混ぜ混ぜしまして。で、2枚引きます。1枚、2枚引きます。はい、2枚のカードですね。パキケファロサウルスに、マイアサウラスが出ました。そう、ゲットしたカードは表にして、こうね、自分の手前のところに並べておいたらいいようです。ごめんなさい。どうしてもね、僕ね、この噴火に止まりたいんで、ここに行きますね。ごめんなさい。噴火、止まったプレイヤーは火山を噴火させよう。噴石が当たったプレイヤーから好きな恐竜カードを1枚もらえる。自分に当たった場合は1回休みって書いてますね。いやなんて残酷なんだこれ。今いる位置的にまだ始まったばかりだからマシですけど、いやこの辺にいて噴石に当たってカード取られたら嫌だな、なんか嫌では、まあ、ちょっと噴火させます。危ない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 、結構この辺まで来ましたね。ね、初めだから安全とかはあまりなさそう。で、自分に当たった場合はね、一回休みみたいなんでね。で、噴火させた後はまた元に戻しておきます。あとはね、こんな感じで足型ルーレット回してコマを進めて早くゴールに着くっていうね、ゲームになってますね。で、マスにはこうやってね、パジャダサウルスの首の長いトゲがかっこいい。恐竜カードを1枚引くとか、あとバトルもあったりしてね、好きなプレイヤーを指名してお互いルーレットを回す。指名した相手の数字を上回れば相手から好きな恐竜カードを1枚もらえるって、これもなんか嫌だなこれも嫌だな、こんなのもあったりしてね、
楽しくゲームを進めていくことができるようになっているようですね。あと他にもなんか恐竜カードを引いたりとかかな。このボードゲームで危険なのは火山とバトルですね。ここだとなんかカード取られちゃう可能性とかもあるから、そうボードゲーム以外の喧嘩が起きないように、まあ楽しんでね、まあゲームなんで遊んでくださいね。最後、こちらボードゲームの裏側ですね。なんかかっこいいイラストが描いてるみたいなんでちょっと開けますね。よいしょ。おお、これはさっきのカードと同じぐらい迫力のあるイラストになってる。でまた名前がね書いてあって、全長もね、書いてくれてますよ。モササウルス18メートルとかね。はい、こんな感じで。いや、すごいすごい。いや、これいいな。これいい。めちゃめちゃ可愛いですよ。ジラファティタンね、ここにいてます。26メートルって書いてますね。あ、出ました。アルゼンチノサウルス45メートルですね。おっきい。厚紙なんですけど、こう壁とかにね、貼っつけときたくなりますね。こちら新しく出ました。恐竜ボードゲーム、ボルケーノ大噴火。かっこいいね、恐竜のコマ6体に、あと、音が鳴るってね。あれ、恐竜の音じゃないけど、足型のルーレット、形は可愛いですね。で、ちょっとね、アニアに形似てるんだけど、ボルケーノ火山があって、もう楽しくね、ボードゲームを遊べるようになってるんで、家の中で過ごす時間もね、多くなってると思うんで、家族でね、遊んだりしたらすごいね、楽しめると思います。そう、さっきも言ったんですけど、バトルのところで、好きなカードをね、相手から取ったりすることもあるんで、喧嘩しないように楽しんで、ゲームなんでね、楽しんで遊んでください。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方、よろしくお願いします。じゃあ、またね、バイバーイ。